マリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今回はマリアの毎日メイクを紹介します。まず洗顔とかをしてきたのでスキンケアをします。私が最近使っているスキンケアはこれです。サボリーノの朝用マスクを使っています。これは1分だけでいいのですごい実感がない朝でもすごく便利です。目から合わせてみたいなことが、1分待ってる間にちょっと周りから液をもらったりして首のマッサージとかをしたりしてます。はい、1分経ったので剥がします。剥がしたら適当に折りたたんでいきます。ついたらもうマッサージしていきます。顔が小さくなれって思いながらマッサージをしています。じゃあ次に下地を塗っていきます。下地はエチュードハウスエニークッションカラーコレクターピンク。これはクッションタイプの下地ですごい塗りやすいです。はい、下地は終わりです。次にファンデーションを塗るんですけど、ファンデーションはこのクマとか鼻の周りとかそういう気になるところだけに塗ります。ファンデーションはニュートラルバニラ、あのエチュードダブルラスティングクッショングローっていうやつです。はい、塗り終わりました。じゃあ次に眉毛に色をつけていきたいと思います。まずこれです。ユアグラムさんのアイブロウパウダーのこの真ん中の色とこの一番下のちょっと薄い色を混ぜて眉尻の方をかたどるように塗ります。はい、こんな感じでかけたらスクリューブラシっていうのかなでぼかします。軽くぼかします。はい、ぼかしたら次にエチュードカラーマイブローマスカラアイブロウリッチブラウン、これはエチュードの眉マスカラです。すっごく苦手です。はい、で次に、あ、このニスフリーのパウダーをいつもは眉毛をする前に塗っているんですけど、とりあえず眉毛には基本的に塗らないので眉の周りを先で塗っていきます。塗ったら目に移りたいと思います。で最近私はアイシャドウを塗る前にこのサナエクセルフィットアイベース、これを塗ったら粉飛びを防いでくれたり色持ちとかもするのでおすすめです。塗れたらアイシャドウを塗っていきます。今回使うアイシャドウはこれです。エチュードグレイカラーアイシャドウオータムクローゼット。オータムだから秋なんですけど、こっち側は結構ブラウン系で秋っぽいんですけど、こっち側結構ピンクっぽい色味なんです。だからこっち側のピンクっぽいのを春メイクとして最近使っています。この色をアイホール全体に塗っていきます。あ、こんな筆はだいぶ前に買ったエチュードさんのピグレットの可愛いブラシです。塗り終わったらこの色を二重幅より若干オーバー気味に塗っていきます。塗れたらこのめっちゃ濃いこの色を目の際に入れていきます。これではこのセザンヌ各二重ライナー影用ブラウンを使っていくんですけど、これを使うところが二重幅の延長みたいな感じにするのと、あとこれアイラインの代わりにいつもしてます。はい、引いたら
涙袋とかをやっていきます。の色なんですけど、このパレットの中で一番お気に入りの色です。これを涙袋の半分ぐらいまで塗って、あとは指でぼかしていきます。このジルシチュアートアイジュエルジュゼロ五、この黒目の部分に乗せていきます。はい、塗ったらあんまりがっちりしたくないのでマスカラも塗りません。なのでまつげとか上げるだけです。はい、できました。で、そしたらこのなんか私の誕生日にお友達がくれたやつなんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。アイシャドウあるじゃないですか。アイシャドウも色味も可愛いんですけど、その裏にチークもついてるんですよ。すごい可愛いです。で、チークを塗ります。あ、これもプーさんの筆です。最後にジルを塗っていくんですけど、なんか塗る前にリップを塗ってます。ここにもピグレットいた。あ、エチュードグロシールジュティント PP501 を塗ります。そしたら内側にだけもう一度塗ります。ティッシュを拭きます。はい、こんな感じでマリアの毎日メイクは以上です。参考にできることが あったかわからないんですけど、ぜひ真似してみてください。セリです。いつもセリがやってるメイクを紹介していこうと思います。まずは前髪をピンで留めます。日焼け止めを塗ります。スキンアクアトーンアップ UV エッセンスラベンダー塗ります。次はオルビスの UV カットサンスクリーンオンフェイスモイス、これは下地ですね。これになります。次はこれはエチュードハウスダブルラスティングファンデーションニュートラルベージュ、こんな感じのやつです。ちょっとだけ塗ります。ちょんって本当にちょっとだけで効果あるので大丈夫ですね。はい、次これ使います。これはエチュードハウスシークレットビームパウダーパクトナチュラルベージュパウダーを使います。フロントパフもついてるんですけど筆を使います。これを、うん、こんな感じになってます。これは丸をイメージで適当に塗ってます。で、これでベースメイクは完成。次はアイシャドウします。クリオのアイシャドウパレットの02番を使います。こんな感じの色です。これすごくお気に入りの白の隣にある一番薄い茶色っぽいオレンジっぽい色をアイホール全体に塗ります。次はこれを使います。ロマンズのちっちゃいアイシャドウです。これはレイラちゃんにいただいたものです。ここの茶色の色をさっきと同じようにアイホール全体に塗ります。で、そしたらそのまま流すようにここの目尻とか黒目までこのまま同じになります。さっきのクリオのアイシャドウパレット、これのここの色、さっきこっちを使ったんですけど、次はちょっと濃いブラウンみたいな色を塗っていきます。
この色とここの色をポンポンって取って、ここの目尻のところにこんな感じでちょっと丸く入れます。パレットでこのラメを手で取ります。そしたら黒目の上にチュン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 ってなります。そしたら反対も同じようにチュン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 ってなります。この色とこの色のラメを取って全体に塗っていきます。次はこれを使います。フェリペラデュオポッケットグリッターシャドウ01番、これのこっちの大粒のラメを手に取って、これはさっき黒目の上に塗ったんですけど、二重幅の上から大きく塗っていきます。こんな形の筆でパレットのちょっと濃いブラウンと一番濃いブラウンを塗ります。目尻のここをなぞるように塗ります。眉毛をやります。眉毛はこれをまず使います。デザイニングアイブロウ 3D ブラウン系、これをまず筆にこことこの色を混ぜながら取ります。でこれを使います。これはエチュードハウスのドローイングアイブロウペンシル、ライトブラウン。ブラシで整えてペンで描いていきます。眉マスカラをします。キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03番、アッシュブラウン、結構明るめの色です。ビューラーをします。ポイントなんですけど、ドライヤーで温めてから上げた方がすごい上がります。とドライヤーで10秒ぐらい温めます。まつげは結構上げた方が盛れるので、目をパッチリさせたい子は下まつげも下げるとこうパッチリ見えます。まつげのマスカラの下地としてケイトのラッシュフォーマークリアマスカラ、こんな感じのやつを使います。そしたらマスカラを塗ります。 &B のプロのマスカラです。でそしたらこうやって横で塗ってたんですけど、マスカラを縦に持ち替えてこんな感じで塗っていきます。アイラインを引いていきます。セザンヌのアイラインなんですけど、20番ブラウン、さっきのケイトのアイブロウのやつを一回使うんですけど、濃い色、これを軽く取って、次はハイライトをします。セザンヌパールブロウハイライト01番、シャンパンベージュ、これを使います。ついてる筆で鼻の鼻筋をこうやってやって、これもここに入れます。ほっぺの上入れて反対も入れます。でそしたら目頭も入れて、最後唇の上に軽くって入れたら漏れます。もう一回さっきのケイトのアイブロウのやつで、さっきと同じように濃い色を取って涙袋を描きます。こんな感じです。はい、でこれもしっかりぼかします。でそしたらセザンヌの各二重アイライナーブラウンの方を使います。これで涙袋を描いていきます。筆で描いたところをもう一回なぞるようにいきます。黒目の下がちょっと濃くなるように描くとすごい可愛くなります。これを縦幅を延長させます。これはもうナチュラルに自然な感じで、あまりわからないぐらいがちょうどいいです。ロマンドのリキッドグリッターシャドウ01番、これはねゴールドっぽいグリッターなんですけど、これを涙袋に塗ります。見て、かわいい。
こんな感じです。そしたらリップ、爪焼きリップを塗ります。これを使います。これはね、お気に入りでずっと使ってます。ルーシュディオールフォーエバーリキッド558番、こんな感じの色です。これをまずチュンチュンチュン塗ります。そしたらロム&のウォーターグロス0番、これを使います。これをチュン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 って塗ります。で、眉毛を通したら完成。イエーイ。ということで、セイがいつもしているメイクはこんな感じです。ぜひ参考にしてみてください。ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。